中日さん、カリステを登録抹消。15日のプロ野球公示で、中日はオルランド・カリステ内野手とミューク内野手を抹消した。カリステは今季95試合に出場して、打率2割8分4厘、6本塁打32打点。14日のヤクルト戦では5打数2安打1四球だった。21歳のミュークは17試合に出場し、打率1割5分9厘、0本塁打2打点。14日のヤクルト戦では、8番セカンドで出場し、2打数無安打で、7回の第3打席では代打を送られていた。DeNA は松尾捕手、阪神は及川投手を抹消した。松尾は10日のヤクルト戦でスタメンマスクをかぶって3安打をマーク。その後は3試合連続で代打起用されて無安打だった。及川は14日の巨人戦に先発して4回4失点で負け投手となっていた。カリステに関しては、普通に考えればどこか故障か体調不良でしょうね。少し休ませようかとかならベンチスタートでいいだろうしね。カリステ抹消か、これでビシエドは上がれるかな。カリステどうした？カリステは登録抹消させた理由を知りたい。カリステは痛いが、リュークはコンオフのトレード確定かな。松尾を落とす意味がわからない。マジで。カリステ外してどうすんの？リューク打撃が絶望すぎる。カリステ特例抹消じゃないんだ。カリステは体調不良だろう。リュークはもう出れないかもしれない。カリステおらんくなったらもう終わりやな、このチーム。今すぐしてほしいことは彼の更迭だ。それ以外ない。カリステの抹消って意味がわからん。早く理由が聞きたい。どうしたんやオルランド。早く戻ってきてくれよ。ビシエド上げてほしいけど、どうせロドリゲスだろうな。なんで体調不良か、コロナかな。カリステがいないと打線が成り立たないぞ。今シーズンは捨てたのか、再開決定だろう。代わりにビシエドを上げる。いい加減立浪も腹をくくれよな。ベイスターズファンです。こんな采配で今年 A クラスに入ってもファンは喜びません。